皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。佐藤二郎です。宮沢幹事役の佐藤二郎です。本当につい、2分ほど前に松竹の宣伝部の阿部という割とタイプなんですけどね、僕顔が綺麗な女性の宣伝部の人から、宮沢幹事の事件簿というなんかこうネットで流すんですか、そういうので、あ、そうだそうだ、あと一つ申し上げたいのはですね、ここは京都の美山町空吹きの里ということで文化財ですよ ね。非常に本当にもう滅多に来れないような、っていうかね、本当に非常に貴重な文化財の場所で、やっております。はい、それで、ではあ、じゃあまあ、すみさん、何をしてますか。田中美王子。多分もうずっと考えてたんだと思います。僕も絶対やってやろうと考えてたんだと思います。じゃあこれやるんですよ。どうも皆さんこんにちは。見てこんな人なんです。ふざけた大監督です。はい、現場と繋がってましたね。いやだからそうだ、忙しい。俺もいなくていいの、ここ。本当だよ。これ大丈夫なの？出てる。いなくていいの？話聞かせてください。これはベースです。はい、ベースです。これはあまり映画とかでは見たことがないトークバッグという私の開発したオリジナルの。そうです。これはもう業界では本当に有名です。これね、システムの名前がありましてですね。即断即決っていう、これあるといちいち現場に行って戻ってどうのっていうことをしなくていい、実にこの経済効率がいいこのシステム、100万円でですね、オリジナルでオーダーがあれば作りたいといろんな監督さんに訴えたいところなんですけども、10年やってますけどまだ1台もオーダーAD さんから監督の指示を人をと通して聞くとかよりも直接聞けるし、あとスタッフキャスト全員共有できますもんね。そうですね、ちなみに松竹でたくさん撮ってらっしゃるそのお名前を出しますか。このシステムに関しまして、この情報が入ったところで一言、それは失礼ですねって婦人公論という雑誌で、ちょっと僕この画面に映さないでもらえますか。ちょっと距離を取りたいです、この人と。いただいたんですね。うん、でまあちょっと謝りに行こうかなと思ったけど、まあしかしですね、はい、私らは時間もほとんどないし、今日もね出てると分かるんですけど、25ページを1日で撮るっていう、もうもっとか、もっとです、30ページぐらいあるの、はい、それを1日で撮らなきゃいけないですね。もう半日ですよね、しかも。半日ですね。はい、しかもこのカメラが3台もあって、あ、いいの行かなくてこれ。そういうことで、じゃあ現場に行ってまいります。まあ、今ちょっとバタバタしておりましたけども、以上宮沢幹事役佐藤二郎がお届けしました。お届けできてるのかな、これ大丈夫か、じゃあ阿部マイクを返す。じゃあ現場に行ってきます。どっち行くんだっけ。こっちか。